アイテム番号 SCP-3435。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-3435 は、保存用の乾燥装置を備え付けた不透明な機密ケース内に収容されます。SCP-3435 の画像は認可された職員と被験者以外には配布されません。職員は SCP-3435 に割り当てられる前にスクリーニング検査を受けなければいけません。政治や芸術評論に関する IK を持つ人物は、自動的に SCP-3435 やその画像を見ることが禁止されます。機動部隊ウプシロン23、芸術評論家は、POI-171、ギレルモ、グテーレス、または彼の作品が目撃される可能性に備えてクラーク軍の美術品展示場を監視します。説明 SCP-3435 は、基地の異常芸術家、アナーティストであるギレルモ、グテーレスによる、もっと良い夢を見よう、ドリームエイベタードリームと題された110cm×68cm の油彩画です。SCP-3435 には2匹の実体が描かれています。片方は、サイエンス、フィクションを連想させるサイバネティック装置とレーザー武器を装備した青い自由脚類恐竜です。もう一方は、とんがり帽子と多彩色のマントを着用し、長杖と魔術書らしきものを持った赤いヨーロッパ風のワイバーンです。SCP-3435 を繰り返し干渉するとこれらの実体はしばしば相対的な位置を変化させますが、干渉者の大多数は2匹が物理的な戦闘状態にある様子を見ているようです。絵画の IK もまた干渉ごとに幅広く変化し、この現象は同一人物が複数回見た場合でも発生します。SCP-3435 は、対象またはその写真を見た人物の夢において主要な異常効果を発揮します。87% のケースで、干渉者の夢には絵画内の実体が散発的に出現するようになります。報告によると、SCP-3435-1 と指定される夢の中の実体は影響者との意思疎通を試みます。SCP-3435-1 は、SCP-3435 を干渉してから不定期間が経過すると夢に出現しなくなります。この期間の長さは1から8夜の間で変化します。記憶処理によって SCP-3435 を干渉した記憶を除去すると、夢の中における SCP-3435-1 の存在を消去することが可能です。SCP-3435-1 が関与する夢の共通テーマは、影響者の子供時代の要素です。SCP-3435 を社会政治的問題や紛争を描写したものとみなした場合、その干渉者は様々な重症度の偏頭痛を経験します。干渉者が自らの SCP-3435 の解釈を書き留めたり話したりした場合、胃痙攣、下痢、痔、便秘などのさらなる副作用を被ります。SCP-3435 の科学的分析で、塗料からは過去に同定されていないいくつかの化合物が見つかりました。これらは色彩において重要な役割を担っていると考えられます。実験は進行中ですが、現在までの分析で地殻改変特性を帯びている様子は示されていません。質問者パラネズ博士、回答者 D11424、35歳の白人男性。SCP-3435-1 の出現期間にや。パラネズ博士あの絵画が何を表しているか述べてください。D11424 ちょっと複雑だと思うんだが。パラネズ博士詳細に立ち入る必要はありません。大まかな概要だけで。D11424 わかった。そうだな。赤い魔法使いが表現してるのは保守主義者で、青い恐竜は進歩主義者じゃないかと思う。赤い魔術書が表しているのはおそらく、D11424 派提供されたバケツに数回嘔吐する、弱々しく、腹が。パラネズ博士続けられますか ?D11424 わからない。D11424 は口をタオルで拭う、横になりたいだけだ。パラネズ博士いいでしょう。先に進みます。夢の詳細について思い出せますか?D11424 少しはね。漠然としてる。そうだな。
恐竜が私を浜辺への散歩に連れ出したんだ。少なくとも、あれは浜辺だったと思う。いや待て、そうだ、あそこは私が8歳の夏に行った場所じゃないか。彼女は、大きくなったら何になりたいかと私に尋ねた。私はずっと深海潜水士になりたかったと答えた。私は海というのが大好きだったんだよ。D、11424は水を一口飲む。次に何が起きたかは忘れてしまった。パラネズ博士他には何か ?D、11424ああ、そうだ。赤いドラゴンが魔法の泡を作って、私に小さな王冠を渡してね。皆で海の外に潜った。潜水艦を見た。その窓から母さんが私に向かって手を振っていた。私は、D、11424は泣き始める。そこで私は目を覚ましたんだ。すまなかった。私はただ。パラネズ博士大丈夫ですよ。今回はここまでにしておきますか ?D、11424ああ、ありがとう。質問者パラネズ博士、回答者 D、71799。25歳のアジア系アメリカ人女性。SCP-3435-1 の出現期間1夜。パラネズ博士可能であれば、あの絵画が何を表しているか述べてください。D-71799、D-71799 はうめく、言わなきゃダメ、考えるだけでも頭痛がするの。パラネズ博士よろしい、では先に進みましょう。昨夜見た夢について詳しく覚えていますか？D-71799 少し。パラネズ博士結構、思い出せることを話してください。D-71799 とぼんやりしてるのよね。雪が降ってたと思う。それで、絵に描いてあった恐竜とドラゴンがいた。父さんの声を聞いた気がするけど、ごめんなさい、そこはよく思い出せないわ。パラネズ博士構いません。他に何か目立った詳細は？D-71799 へ、ああ、そうね。恐竜とドラゴンが雪の中を歩いているのを見て、そこに、沈黙、私の妹が、トランペットを吹きながら後を追いかけてた。なぜかはわからないけれど、そこだけはっきりと思い出せる。パラネズ博士興味深いですね。それはあなたにとって何か重要な意味があることですか？ D-71799、深呼吸する、若い頃はミュージシャンになりたかったの。いつも組子と一緒になって遊び回ったり、楽器の演奏をしてた。でも、あの子がいなくなって、D-71799 は泣き始める、もう音楽を続ける気力が湧かなくなったのよ。懐かしい。あの子に会いたい。質問者パラネズ博士、回答者 D-190 万、6022歳のアフリカ系アメリカ人男性。SCP-3435-1 の出現期間8夜。パラネズ博士まずお聞きしますが、あなたは SCP-3435 の干渉による医学的な副作用を受けなかったのですね。吐き気、下痢、便秘、そういった症状は ?D-19060 いや、全然。パラネズ博士偏頭痛もですか ?D-19060 ああ。パラネズ博士興味深い。記録のために、あなたが SCP-3435 を物理的にはどう見たのか、そして意味をどのように解釈したのかを述べてください。D-19060 恐竜とドラゴンが、まあ見方によっちゃ微笑んでるような感じで手を繋いでたよ。空を飛んでた。意味に関しちゃ、作者の子供時代を表してるんじゃないかな。青いやつがいわゆるサノーでさ、赤が作者の想像力みたいな、はっきりとはわかんねえけど。パラネズ博士ふむ。なるほど。では描かれていた実体が出てきた夢について語っていただけますか ?D-19060 ああ。夢ってのが普段どんなもんかはわかってると思うけど、なぜかこの夢はもっとはっきり思い出せる。俺は昔、編集済み、に住んでた時期の古い家にいた。夜中で、かなり風が強かったな。で、次に思い出せるのは裏口から出て、突然森の中に入ってたことだ。どうやってそこまでたどり着いたか覚えてないけど、雨が降り始めてて、青い恐竜が現れた。D-19060 はため息を吐く、あの恐竜が何したかわかんないけど、彼女は俺を空き地に連れて行った。そこに宇宙船があった。
驚いたね。俺が昔いつもクレヨンで描いてた宇宙船だった。小さなアンテナにロケットブースターにレーザーに、何もかも揃ってた。俺が乗り込むと、赤いドラゴンが運転席の後ろに座ってた。彼は俺に運転を任せてくれたんだ。俺の中には何か、珍しいものが見えるって言ってた。青い恐竜は通り過ぎた惑星や星を指さした。俺はその星に見覚えがあった。そいつらは俺が絵に描いたもの、俺が物語に描いたものだった。その後、ドラゴンは操縦を変わって、俺たちは美しく光り輝く白い星に向かって加速した。そこで俺は目が覚めた。パラネズ博士ありがとう。ここまでとしましょうか。ホイ 3435-1SCP-3435 の初の序幕は、ネバダ州ラスベガスの現代美術センターで行われました。機動部隊ウプシロン23は SCP-3435 を取り巻く近くベースの異常に気づき、まず対象への警戒態勢を取りました。効果発言によって、絵画について議論していた数人の著名な芸術評論家が同時に嘔吐し、激しい偏頭痛を起こした時点で、SCP-3435 は異常であると確証されました。SCP-3435 は性交理に収容され、記憶処理の後、諸症状は生煮えだったオードブルによるものとするカバーストーリーが流布されました。ホイ 3435-2POI-171 が、OCSCP、並びに SCP、が関与した事案、QF92 において捕獲されました。グテーレス氏は当該事件への関与を否定し、自分は OC の構成員ではないと主張しました。回答者 POI-171。質問者パラネズ博士。ジョグテーレス氏はこれ以前には非協力的だった。彼と過去に知り合いだったというパラネズ博士は、さらなる尋問の試みが行われる前に彼と話すことを要請した。要請は承認された。パラネズ博士こんにちは、キレルモ。POI-171 ルビ、おい、ずいぶん長くご無沙汰だったじゃねえか、調子は？パラネズ博士元気だよ。ありがとう。POI-171 じゃ、お前はここで働いてるってわけかい？パラネズ博士それはどういう意味かな？ POI-171 おいおい、俺たちの中で、お前はいつだって科学系だったろ。7年生の時、工作でマットの野郎が火山を作るのを手助けしたこと覚えてるか？パラネズ博士はもちろん、あれは最高だったよ。で、僕らはサリナス先生に教室の掃除をさせられる羽目になった。POI-171 少なくとも俺とアーマンドは助けただろ、見捨てちゃおかなかった。パラネズ博士は、いい時代だったよ。POI-171 まったくだ。パラネズ博士で、教えてくれないか。展示場で一体何が起こったんだ？ POI-171、興奮する、俺のせいじゃない、もうわかってるんだろうが。あのクールでも何でもねえクソ野郎どもは、俺の未完成のキャンバスをくすねて、バカバカしい展示会の一部に使おうとした。俺があの作品で何をやりたかったか奴らは全く理解してなかったから、多分大混乱が起きたのはあれがそもそもの理由だな。パラネズ博士じゃあ、君はなぜあそこにいた？ POI-171 キャンバスを取り返すために決まってんだろ。俺とミゲルは展示会に忍び込む準備万端で、計画もしっかり練ってた。ところがそこに火のついた亀の甲羅をヘルメットみてえにかぶったあの野郎が叫びながら走ってきやがって、そっから地獄みてえな騒ぎよ。パラネズ博士爆発？ POI-171 そうだ。なあ、俺に伝える許可が出てるかとか、そもそも知ってるかはわかんねえけど、ミゲルも捕まってたりするのか？パラネズ博士捕獲したのは君と他2名の OC メンバーだけだ。混乱の中でほとんどの人は逃げてしまったよ。他のことを話そう。POI-171 王。パラネズ博士、もっと良い夢を見よう、について教えてくれ。POI-171 王、あれもここに持ってきたのか？パラネズ博士そうだ。POI-171 そうかい、あれ俺のお気に入りだったんだがな。隠された、秘密の意味を教えてほしいのかい？パ
ファラネズ博士実を言えば、そうなんだ。かなり興味が湧いていてね。恐竜とドラゴンは何を象徴しているんだい？ POI171 まず、お前が何を思ったか知りたい。ファラネズ博士僕が個人的に、ということかな？僕は芸術評論をするタイプじゃない。深読みはできないよ。POI171 正確に、お前が見たものだけを教えてくれ。ファラネズ博士なかなかクールな代物だとは思ったね。POI171 その通りだ、お前は理解できてる奴の一人だよ。ファラネズ博士深い意味は全くないなんてことは言わないだろ。POI171 いや、意味はあるさ。説明させてくれや。ファラネズ博士しっかり聞いておくよ。POI171 美術教室の先生方が言うだろ。良い芸術の鍵は、どんな感情を観客に体験してもらいたいか、だってよ。POI171 は指を疑問符の形状に曲げる。ファラネズ博士前に聞いたことがある。POI171 そう、この作品に関しちゃ、そいつはすごくシンプルさ。俺がこの絵で描き立てたかった感情はまさにお前が言った通りだ。クール。それ以上でも以下でもねえ。ファラネズ博士、クスクス笑い、じゃあ、大成功だね。でも、異常な効果についても説明してもらいたい。POI171 あれかい。面白かったぜ。展示場にいたお堅いヒヒヨウカさんどもがダクさん、影響されたって聞いてるよ。痛快だったろうな。ファラネズ博士彼らが君の言うような見方をしたとは思えないね。POI171 なおい、奴らは皆きっとリムジンでお家に帰る前に、タムズかペプとかそのあたりの胃薬を買いに行ったに違えねえ。ラスベガス、ストリップ沿いにどんだけ薬局があるかは神のみぞ知ることだ。今はもう全員平気だろうぜ、俺が受け合う。ファラネズ博士それじゃ、なぜあの効果を付随させたのか教えてくれ。POI171 つまりだ、こう、世界は問題を抱えてはいる。見渡す限りどこにでも悪いことは起こる。でも世界の全てが悪いってわけじゃない。ニュースが何をほざこうとも、空は落ちてきてない。ファラネズ博士、水を一口飲む。POI171 でも、そのネガティブなクソを芸術に入れる必要はないだろ。俺は芸術を逃げ道として見てる。もっと明るい道に照らされた、より良い世界を見る手段だ。芸術は無限だ。なぜそれを鎖に繋がなきゃならない？ファラネズ博士だから君は描くのか？ POI171 だから俺は描く。俺はセンス、オブ、ワンダーを吹き込みたいんだ。新鮮な一息の空気を。ファラネズ博士それで、恐竜とドラゴン。POI171、10歳の俺ならこの世で一番クールなのは何だと思うだろう、と考えて、それをそのまま描いた。ファラネズ博士なるほどね。もし異常なものでなければ、僕のオフィスの壁に飾っておきたいぐらいだ。POI171 を、ありがとよ。ファラネズ博士でもすまない、進めてくれ。POI171 影響された奴らは、子供心を失っちまってるんだ。あいつらは物事の表層だけを見るってことができず、何でもかんでも自分の視点を注入しようとする。楽しさを吸い出してる。ファラネズ博士正直言って、それは認める。POI171 だろ。お前は俺が今まで会った少数派の一人だよ。これは俺が何年も前にアウェイクールエットからつま引きにされてる理由でもある。奴らは、メッセージを送る、ことに取り憑かれてる。自分らがジョーカーだとでも言うように。でも全部がメッセージを送らなきゃならないってのは違うだろ。時には単純なもの、クールであるためのクールなものが必要な場合もある。ファラネズ博士あれが夢に入り込むことに関しても説明してくれ。POI171 あいつらと会ったんだな。ファラネズ博士何？ POI171 あの絵を見て、あいつらの夢を見たんだろ？ファラネズ博士見たよ。POI171 それで連中は何て言ってた？
パラネズ博士、ため息、恐竜は、僕を誇りに思っていると、夢を追い続けるようにと言ったよ。僕がやっていることには価値があると言ってくれた。彼女は、ああ、僕は物事を改善していると、それを忘れないようにとも言った。POI171 で、ドラゴンは？パラネズ博士心配するなと言った。僕の父に起こったことは僕の責任ではないとも。彼は。POI171 OK、ルディ。話したくないことは話さなくていい。あいつらがお前を迎え入れてくれたのなら、もう一度絵を見ることを恐れなくてもいいんだ。パラネズ博士ありがとう。そもそもなぜああいう夢を見るのか教えてくれないか。POI171 それは連中に聞いてもらわないと仕方ねえ。あいつら2匹がどこから来たかは俺も知らねえんだ。連中には自分の心がある。パラネズ博士実態を作成したんじゃなかったのか？ POI171 ある意味ではな。絵にはめ込みはしたが、俺は連中が言うことを制御できねえ。皆は聞くべきことを耳にするんだって、あいつらは俺にそう言った。パラネズ博士じゃあ、どうや？ POI171 またこれだよ。どうやって俺があいつらを絵に入れたかって俺が絵を描いたとき、もう連中はそこにいた。俺はただ形作るのを手助けしたまで。パラネズ博士彼らはいつ君の夢に登場した？ POI171 俺が絵を描き上げる前の晩に、一度だけ夢に出た？細かいとこまでは思い出せないが、あいつらが2匹揃って言った一言だけは脳に焼き付いてる。POI171 は深呼吸をする？私たちの目と君の目は同じ星を見上げている。もし君がかつてのようにもう一度背伸びしたいのなら、私たちは君の手を、そして他の者たちの手も取ることができるよ。パラネズ博士はお。POI171 そんな感じだ。パラネズ博士でも一体どういう意味だい？ POI171 それがわかれば世話ねえや。POI171 は笑う。パラネズ博士しかしまあ、素敵な言葉だったよ。POI171 あ、近況を知れて嬉しかったよ、ルディ。絵の方は大事にしてくれ。パラネズ博士わかった。間もなく、君を尋問に戻すことになるだろう。君の無実は無論、僕が保証する。協力してくれるかい？ POI171 何でもいいさ。もし仮に黒焦げのキャンバスが見つかったら、俺に返してくれねえかな？パラネズ博士ここがどういう場所かわかるだろう。POI171 冗談さ、相棒。パラネズ博士君とまた会えてよかった、キレルモ。POI171 こっちもさ、ルディ。他に何か聞きたいことは？パラネズ博士一つだけ。POI171 ったく。パラネズ博士絵画の蘇生のことだ。一部の占領は、過去に合成されていないか、あるいは記録されたことがない。あれは一体何をどうした？ POI171 お前んとこの人たちはみんな、科学ってもんが科学であるのと同じぐらい芸術でもあることに気づいてるだろうぜ。じゃあナステイクール、ルディ。結び現場のさらなる調査と、捕獲された OC 構成員の尋問により、前期事件における POI171 の無実は証明された。しかしながら、尋問の終了直後に、POI171 は未知の手段で財団の交流課を逃走した。彼の現在の所在は明らかになっていない。SCP-3435 の拡張実験を実施する許可を求めます。パラネズ博士。却下。あれから学ぶことはこれ以上ありません。実際問題として、当該以上存在とそれに関与した POI に対するあなたの過剰な関与はプロフェッショナルらしからぬ行為の線を越えています。POI が OC の活動に関する貴重な情報を提供していなければ、あなたはすでに懲戒リストに名を連ねていたでしょう。ここで本当に大切なこととは何かを思い出してください。アコスタ人事管理官。